どうも皆様こんにちはということでね、はい、動画サボりました、申し訳ございませんということで、はい、今回ね、はい、こちらね、かくれんぼオンライン実況なんですが、ゲーム実況ね、1週間ぶりですね。本当にね、ちょっと編集時間とかがなかったりとか、あとちょっとね、忙しかったりとか、あんまり気持ちがね、まあ、単純に言うと、ちょっとゲームをね、ちょっとやりたくないなっていうことがちょっと数日あったんですよ。なので、ゲームをね、ちょっとしばらくしてませんでした。多分ね、目の疲れとか来てたんだと思うね。なので、ちょっとゲームをね、するのはちょっとしばらくやめてました。で、まあ、案の定ね、はい、登録者数が減っております。ということで、まあ、それはしょうがないんですけど、なんか落ちた。ということで、まあ、今は気にしないでください。ということで、まあね、そういうのはしょうがないかなと思ってるんですが、ちょっと、ね、たまに私一応ね、毎日投稿ではやってないので、一応不定期投稿というふうにさせていただいているので、何も別に嘘はついてないんですよ。そこだけはちょっとご了承お願いいたします。ということでね、はい、今回ね、こんな暗い話になりかけましたけど、こちらね、ゆっくりあんこさんというね、まあ、チャンネル、まあ、概要欄に貼っておきますけど、そのチャンネルをね、なんと100人を突破したということで、そこの記念様にね、お邪魔させていただきます。ゆっくりあんこさんの、動画、チャンネルは、概要欄に貼っておきますので、皆様ぜひご覧くださいませ。ということで、これ、このサバ開いたの多分、何日も前だと思うんだけど、まあ、ね、許してください。ということで、まあやっていきましょう。ということでね、紹介遅くなりましたが、こちらはパブです。なんかあれだね。ここ塞いでるけど、なんかバレてないぞ、まだ。てかさ、あれだよね。なんか、鬼、ここにタンスがあると思ってんのかな。どう見てもこれ塞いでるんだけど、入り口が見えないからね。てかもう中にいる、サハラかくれんぼうさんか。サハラかくれんぼうさんもね、一応ちょっと、チャンネルをね、概要欄に貼らせていただくので、じゃあ、サハラ砂漠のかくれんぼうさんと、ゆっくりあんこさんのチャンネル、ゆっくりあんこさんは、記念様の動画だったりとかも貼り付けておくので、皆さん、見てくださいね。はいはい。ということで、もう、サハラかくれんぼうさん閉じ込めちゃってるんですよ、私。ちょっとね、まあ、申し訳ないと思うんですけど、はい。まあ、このまま言いましょうね。あ、やられた。まあ、ってなんで、サハラかくれんぼうさん見つかってないの？はい、ということでね、まあ今回もね、2本だけになるんですけど、いつも通りちょっと疲れてたりとか編集時間がなかったから2本になってると思うじゃないですか。実はですね、全く違う理由なんですよ。今回普通に通常通りなら3本ぐらい、3本出す予定だったんですけど、なんとですね、私5本撮ってたんですけど、それ全部、録画止まってて、で、2本しか残ってなかったんですよ。ということで、こちらのね、はい、工事現場をね、やって終わりにしたいと思います。まあ本当は実際にはもっとやってたんだけど、本当にね、マジでデータ消えちゃったから、ちょっとね、出かけてるというかね、録画でちゃんとされてなかったから、ちょっとこれだけでね、頑張ります。申し訳ないです。編集時間についてなんですけど、編集時間も純粋に足りませんでした。っていうことでね、はい、こちらにね、今回ね、登録者200人突破されたゆっくりあんこさんがいらっしゃるんですが、はい。ちょっと隠れた場所違くないですか、この人。このガスのところはね、横にいなきゃいけないはずなんだよね、そこの電灯の。ちょっと口では言いづらいか。うん。だからとりあえずね、ちょっと違うんで、まあ、はい、ということです。申し訳ないですね。はい。ちょっとちゃんと言えなくて申し訳ないです。私、語彙力ね、皆無なんで、ちょっとお許しください。ということで、はい。特にやることもないですね。僕も普通に、ここに、同じのに、ね、こちら、カップル同士で並んでるみたいな感じでね、はい、やっているんで、ちょっとつまんない動画になりましたね。はい。ということでね、これ以上やることもないので、カットしますね。はい。はい、ということでね、あれから数秒も経たずにやられました。ということでね、はい、ゆっくりあんこさん、今回はですね、登録者200人突破、大変おめでとうございます。で、記念様にね、参加させていただきありがとうございました。あ、珍しくラストでちゃんと言えた。